はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、5月も半分過ぎましたね。5月、とにかく子どもたちの考えを変化させる実践群についてお話をしたいと思います。はい、5月も半分ぐらい過ぎてしまいましたね。あっという間ですね。新しい先生の理解がそろそろ子どもたちの中で確定する時期に入りました。はい、今回の先生はどんな先生かなって4月の最初思っていましたけども、4月が終わり、そしてゴールデンウィークになって1週間程度経った段階ですよね。そこでですね、子どもたちも新しい先生への理解がそろそろ確定する頃になっています。で、これで A か B に分かれるんですよ。大きなね、分かれ目がここにあるんですね。まずね、 A ですね。クラスが毎日変化に富んでるクラス、これはね、私が以前この動画でちょっと紹介しました。この動画で紹介した通りですね、5月から7月にかけて教師はある指導を展開していくっていうパターンですね。で、原則的には1学期にある程度いろんなことを教えておいて、2学期から自分たちで子どもたちが使いこなせるように鍛えていくというプランです。ですから、クラスが毎日変化に富んでる5月から7月、毎日いろんなことを教えてもらうという時期ですね。この子が喜んでる時期です。こうなるとクラスもどんどん新しいことに挑戦するので、子どもたちもどんどんそれに乗っかって調整を繰り返していくんですね。それに対して B の方が心配なんですよ。これがほんと心配なんですね。クラスが毎日ワンパターンに陥ってしまうんですね。4月までは何か新しいことをちょっとやってね、この先生面白いなってやってきたんだけども、で、5月から7月にかけてのスタートですよね。そこで、毎日ワンパターンに陥る授業ですね。5月から点々点って書きましたけどね、何かね、5月から7月に向かっていくパターンではなくて、5月から何か毎日同じようなパターンの授業しかないという、そういうね、形式ですね。それが B なんですよ。5月っていうのがこの全体の1年間の中のどういう位置づけかということが分からないとですね、なんとなく B に陥りやすいんですね。私も若い頃この B に陥ってましたよ。ですから、この A のパターンですね、どういう設計で1年間このクラスを作っていくかというのは考えておかなきゃいけないんですね。はい、例を見てみましょう。1番、物語教材ですね。普通に教材ごとにね、授業していくパターン、これが B のパターンですね。で、 A のパターンは分析表のような、どんな教材を与えても全てその方法で分析することができる。しかも分析された内容は教材によって様々違うというパターンの例ですね。これも分析表については私たくさん動画出してますのでね、ぜひね、ご覧になってくださいね。そして算数もそうです。いわゆる問題解決の授業というのをね、ばっかりやっていくんじゃなくて、教科書通りの授業をきちっとやって、で、単元末にね、ちょこっと問題解決的なことをやるとか、そういうふうに教科書もできてますので、そのパターンでやっていくべきだと思うんですね。これを問題解決のパターンで最初から全部やっていくとですね、どうしてもわからない子が出てしまって、算数の時間、学力が上がらないという子がね、たくさん出てしまうんですね。はい、そして3番の社会科もそうです。教科書をただね、読んで、なんか先生が適当に喋って終わるような授業って結構多いですよ。学校でね、高学年の廊下なんか歩いていくと、社会科の授業をやってるところを見ると、先生がね、なんか社会科のことについて語ってる場面をよく見るんですけども、実はね、社会科というのはそういう場面は少なくて、調べ学習とか討論とか子ども中心に進んでいくべき教科だと思うんですね。ですからね、この分析表だとか教科書通りだとか調べ学習や討論のように、その先生の持つ授業の世界観を感じるような授業をですね、提供していってほしいなと思いますね。そうすることによって、5月半分過ぎましたけども、クラスが毎日変化に富む、こういう学級に持っていけるんじゃないかなと思います。5月から7月に向けて明確な狙いがあって、明確な指導法があって、それに基づいて先生が授業していけば、子どもたちはですね、もう毎日夢中になって先生の授業にくっついてくるというふうに思います。しかし、これが B のパターンですね。クラスが毎日ワンパターンに陥って、なんかね、目的がはっきりしない、なんかこの1時間で終わりみたいなね、授業をしているとですね、5月半分過ぎた段階で子どもたちが少しね、荒れ出したりする傾向があると思いますので、十分気をつけてください。はい、ですからね、クラスが毎日変化に富むような、ですからその度には教師がある程度目標をしっかり定めてね、1学期の終わり、7月の終わりに標準を置いて、そこを目指して授業をしていくことが大事になってきますので、今日はね、ちょっと難しいお話をしましたけども、ぜひね、大事なことなので参考にしてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。